こんなので人類の敵とかいう化け物に立ち向かえるのかな。この本結構古い漫画だが知ってるのか。ええ、大好きな漫画です。おお、これが共通点か。私ずっとこの主人公に憧れてたんです。正義の味方、人類の敵をやっつけるんです。わかる。主人公ちょっと影のあるところがいいよな。人類の敵になってしまった友達を殺していくところなんか泣ける。使命のためですからね。彼女にしかできないことです。そうでしたか。京也さんも好きでしたか。じゃあ。じゃあ。遠慮なく死んでもらえるな。これからはなるべくおらつかないようにする。それでは。ところでちょっと気になることがあってな。中島の腕時計見覚えないか。なぜこいつが中島の腕。明日仕掛けてみるか。能力をあぶり出してやる。猫はいないか。ま、置いておけば勝手に飲むか。誰も島の秘密を知らない。集められた能力者が無能力者の手によって秘密裏に抹殺されていくなどと。だから真実を探ろうとする者や違和感を声高に叫ぶ者から優先的に排除しなければならない。今私は圧倒的に優位な立場にいる。たとえ殺人が起きても誰も私の動機を疑えないからだ。仮に島に潜伏した化け物が俺たちを殺そうとしているのだとする。だが敵の目的が殺人ならば俺は圧倒的に優位な立場にいる。部屋は雑然としているくせに水回りだけが綺麗なのがまず引っかかった。ゴミ袋も二重にしてひどく匂いを気にしているように感じた。机の上のトマトは消費期限が書かれた付箋が貼ってあった。悪くなったとしても見た目だけでは分かりづらいからだろう。つまりおそらく京也は気づかない。昨日は窓を開けて出たはず。たとえ部屋にガスが充満していても京也には匂いがわからない。さあ見せてみろ、どんな能力だ。京也さん動かない。身体能力系統というから炎の勢いよりも早く窓や壁を突き破って逃げ出してくるかとも思ったが。待ってください、今水を。あ、人は。なぜ市場に駆けつけられた。無傷。炎に巻かれているのが俺だとなぜ分かった。すまん、ちょっと気が立っててな。気になるんだ。なんですね。お前さんは友達だし、遠くで俺の心の声が聞こえて駆けつけたというのなら納得しよう。廊下で急に猫の話をしだしたのは俺が昼休みに餌をやりに行くのを知っていたわけでもなく偶然なんだろうな。でも死ぬほど驚いているのはなぜだ。心が読めるのに知らなかったのか。俺が不老不死であることは。ちなみに友達だから教えておく。俺は鼻は利かないが、それは能力の代償じゃない。生まれつきだ。不老不死の代償はある。
今はっきりと心に思い描いた。心が読めるお前さんにだけそっと教えておく。ありがとうございます。伝わりました。これからもよろしくな。必ず暴いてやる。知る